ジャンレイサムイコール K、ジャンレイサムイコール K、または K 日比は、イギリスの指揮者、イングランド生まれ、デンマーク、ポーランド、そして、フランス人貴族の血を引く、英国王立音楽院に学び、ピアノと指揮で多くの受賞を重ねる。九百八十七年に三十三歳で、ウィーン国立歌劇場のデビューを飾り、その後九百八十八年から九百九十年まで、 ローマ歌劇場主席客演識者、1989年から1992年まで、ポルト国立公共楽団音楽監督、1997年からは、ストラスブールフィルハーモニー管弦楽団と、ライン国立オペラの総監督を歴任した。現在は、ロイヤルオペラハウス管弦楽団、ウィーン国立歌劇場、パリガルニエグー、オペラバスティーユ、トリノレイジョ劇場、 プラハ国立歌劇場、またテアトロマッシモなどヨーロッパの主要歌劇場、また南米チリのサンティアゴ市立劇場にて活動している。その他、後進の育成にも努め、若手奏者を集めて作ったオーケストラを率いて、ヨーロッパ内で自主公演もしている。1991年に初来日した。東京都交響楽団をはじめとして、 信仰の深かった岩木博之の招兵で実現したオーケストラ・アンサンブル金沢での公演など、むね2年おきに来日している。2008年12月には、新日本フィルハーモニー公共楽団で、トルコのピアニスト、ファジルサイトの共演による2つの競争曲を含む、オールコンチェルトプログラムを指揮する。西洋史に詳しく、サマセットモームの研究家であり、 日本文学や日本文化に造形の深い新日課でもある。国際政治学と安全保障問題にも詳しい。英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語に堪能である。ロンドンに在住する。1993年公開のデレク・ジャーマン監督映画、ウィトゲンシュタインで音楽を担当した。ありがとうございます。